分から20分から、20分からやります。20分から20、25、30、35、40、45、ですね。お手柔らかに。私は今何かというとね、ちょっと待ってね、貧民ですね。貧民なので、まあ比較的にファンの人と当たりやすいんじゃないかなと思います。貧民だと。こんばんは。今日ね、とあるガチャガチャをねしたんですよ。それがねちょっとここに飾ってるんですけど、アイスのキーホルダーのガチャガチャをしたんですけど、一番欲しかったやつが当たりました。これ一番欲しかったやつ、中がすごくて、開けますよ。めっちゃすごいの、じゃーん、ほら、すごくない？この細かい作り、一本一本分かれてるのかな、ちゃんと。めっちゃかわいい。黄色がアップルで、緑がマスカット、オレンジがオレンジ、桃、ピーチ、ピンクがピーチで、紫がグレープ。ガチャガチャもね、趣味なのでやりました。かわいい、このリアル、こんなちっちゃいのにめっちゃリアル。あ、やばい、こんなことを言っているとに、あ、やばい、20分になっちゃった。やばい、ちょっと5秒ぐらい遅れて押しちゃった。もう悪いですね、私は。遅れて押しちゃった。ガチャガチャを紹介するのに夢中になった。これはね、ちょっと後ろに、これはちょっとイサンのキーホルダーコレクション、パチ、かわいい。勝負だ、勝負の時、勝負の札が、勝負の札が、戦いの火蓋が切って落とされた。なん、今ね、なんて言いたいんだろうってすごい自分でもね分かんなくてね、まあ、ひらめきました。戦いの火蓋が切って落とされたって言いたかった。ね、背中がね痛いからなんか敷きたいんだよね。このキティさんをちょっと後ろに敷かせてもろて、だいぶ背中が楽になるからね、これ。顔が白く写ってるな、そこ。実際はこんな顔白くないんですけどね。ショールームの照明の感じでちょっと白くなってますね。イサンはそのうちリングライトを買って、配信する時とかにこう目の中に丸が入るみたいなやつをしたくて、したいんですよ。
リングライトみたいなやつをしたい。ツイッターのフォロワーさんがねちょっとずつねまた増えてきてるので、あと100何人だったかな、140なんかね、結構ねファって増えたんですよ。だけん引き続きちょっと増えたらいいなと思うので、まだフォローしてない方がいたらフォローしてくれたら嬉しいです。お願いします。ああ富豪にはなれなかったかも。あ、なれるかも。富豪で25分に押します。富豪で25分に押します。お願いします。結婚してんのギフトありがとうございます。ギフト後で読むとか言いながら読みました。読んじゃいました。25分に押す。押すです、押すです。あと10秒ぐらいですね。カイニャンのルックスでカイニャン始まりそうって女性っぽい方のツイート見た。本当ですか。エイさんめっちゃエゴサしてるけど見つけてないぞ、そのツイート。エゴサめっちゃしてるんだけど。今日はピンク、ピンクちゃん、2回連続で同じ人に当たったし、この方も昨日当たったことがある。そうそう、ガールズセレクションのね、あの投票がね今始まっているので、ぜひ、あの水着の写真がなかったので、ちっちゃい頃の水着の写真になりました。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。バラのギフトありがとうございます。ありがとう。革命したい、革命したい、革命したい。投票したよ、ありがとうございます。ぜひイさん の, あのリゾートが見たい方は、投票してくださったら嬉しいです。上がれる、大富豪になりました、イエーイ。気持ちいいね、さっぱりと、さっぱりと大富豪になりました。
30分に大富豪で押します。お願いします。いやー、そう、自力でね成り上がりました。これが大富豪の面白いところですよ。今日はね、私のお母さんの誕生日なんですよ。なのでみんな祝ってください。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマミー、ハッピーバースデートゥしてんのギフトありがとうございます。ありがとうございます。でもね、やっぱ離れてるから何もできなくて、まあ電話とかはできたけど何もできないので、ちょっと残念なので、ちょっと次会った時に盛大にお祝いしたいと思います。あと130人だ。あと130人で1万人だ。私のハーゲンダッツがかかっているよ。私は本当にサンリオがね大好きなんですよ。サンリオ、将来サンリオで働きたいなってちょっと思ってます。可愛いものに囲まれて暮らしたい。アイスは我慢だよ。今日もアイス我慢できました。拍手。いやー、マジで誘惑、あらゆる誘惑に負けることなく私は今日もアイスを我慢した。もうこの季節になるとね、チョコミントがすごい食べたくなるんですけど、そのチョコミントの誘惑にも負けることなく私はアイスを我慢しているのだ。今日の服はかわいい。いいねのギフトありがとうございます。なかなかメンバーと当たったりしないものですね、ライフを。こんばんは、来てくれてありがとうございます。チーム E の池田楓です。こんばんは。負けたくない、負けたくないよ。678
フラワーシャワーのギフトありがとうございます。嬉しい、ありがとう。革命しようと思ったけどなかった。678階段までしかなかった。カヤニャンの顔面ドストライクって言ってくれた子いいねしてあげるといいかもね。そのツイート見つけれてないんだわね。私埋もれてるのかな、エゴサしてるんだけどな。毎日毎日1時間以上はしてるんだけどな。1時間以上は言い過ぎたかもしれんけど、でも移動時間とか本当に時間があると絶対してるから、ちょっと見逃してるのかもしれない。後で掘りに行きます。本当に皆さん、どんな手段を使っても私のエゴサからはなかなか逃げれないと思うので。そう、最近は遺産でもエゴサするようになります。あと SKE 池田とかあらゆる手を使ってエゴさせてますけどね、全然私のことみんなつぶやいてくれないんですよ。もっとつぶやいてくれてもいいのにね。それがね、拡散されてね、フォロワーさんが増えるかもしれないし。ね、ちょっと35分間に合わなそう。35分間に合わなそう。試合が長引いて。36分に変えてもいい？ですか？私は上がれたんですけど、ちょっとまだ試合が終わらなくて。私は無事に大富豪で上がることができたので、はい。なんか今日目が釣り目だな、嫌だな。でも最近割と毎日ちゃんとメイクしてる。じゃあメイクしてるから偉い。よし、みんな当たろうね。絶対に当たろうね。あ、イサンのファンの人に当たった気がします。何の前髪クリップしてるのこれ。マロンクリームちゃん、私の最近の推しキャラです。マロンクリームちゃんのグッズを見かけたらちょっと教えてください。これはファンの人にもらったやつなんですけど、本当に一番嬉しい、一番と言っても過言ではないぐらいサンリオのプレゼントは嬉しいです。お手紙とサンリオ関連が嬉しいですね。なんかこれはなんか大げさとかじゃなくて、なんか皆さんにとって、なんかファンの人にとってメンバーって
メンバーとかアイドルってたくさんいるけど、私からしたら、メンバーからしたらファンの人たちってもうそのファンの人しかいない、そのあなたしかいないっていうその存在だから、でもこう自分のこと好きでいてくれるって思ってても、そのいつの間にか推し変しちゃったりだとか、 SKE のファン辞めちゃってたりとか、なんか結構オーディションの頃から今に至るまでいろんな人がついていくって思ってくれたり離れていったりとかいろいろするんですけど、なんかそういう時ってなんか何も言わずにいなくなっちゃうのって、そのせっかくのこの一期一会の出会いなのにそんな何も言わずにいなくなっちゃうなんて、なんかそれだけの関係性だったのって思うぐらい、私は絶対にその推してくださっていたファンの方のことはもう一生忘れないと思うんですよ。人間として忘れないと思うし、だから多分アイドル辞めてからもこういう人いたなとか思い出すぐらい大きい存在だから、なんかすごいね、そう思ってるのに対してファンの人はなんか俺一人いなくたってとか私一人いなくたってとかは思わないでほしいし、なんか全部なんかみんなの全部を知ることはできないけど、なるべくみんなのこと知りたいなって思うし、うん、ちゃんと した関係でいたいなって思います。間に合いそうなので40分に押します。なんか池田のファンの人って本当に人数が少なくてすごいそれが寂しいなって思う時もあるけど、だからこそ一人、多分いくらファンの人の数が増えてもその一人一人の大切さは分かんないけど、あの変わんないけど、多分変わんないんですよ。でも今はすごいファンの人が少ないからこそ一人一人のことをこんなにも大事に思ってるのに、みんなはちゃんと思ってくれてるのかなって思って、結構四六時中結構ファンの人のこと考えてメールの返信とか読んだりしてるんですけど、やっぱりその返信の数とかもそんなにたくさんは来なくてすぐ読み終わっちゃうから、あ、やっぱりこれだけの本当に何人かしかメール取ってないのかなとか、すごいそういうの思っちゃうし不安になっちゃうから、なんかなんでこんなにファンの人のこと好きなのに好きになってくれないのかなって思うなんかやってて思いますね。突然辞めてしまうアイドルさんもいるので同じ気分です。なんかそういうことを言われても私はそういうことにはならないし、うん、なんかどう考えても自分はアイドルになれたこと自体奇跡だと思ってるので、なんか、うん、別にそんなファンの人がポッていなくなっちゃうみたいに私はポッといなくなったりしない。返信サボりがちでした。いや全然なんかいい、でもその返信がないと本当に何人の人が撮ってくれてるとか、皆さんのことが撮ってるっていうのがはっきり分かんないから、すごい分かんないんですけど、
他の方に比べるとあんまり応援できないから推しって言っていいのかなとか思う。もう全然そんなことない、そんなことないよ。もう一人一人が大事だし、そりゃ推し面に使える時間も人によって違うし、その熱量とかも違うかもしれないけど、結局気持ちが大事だよ。気持ちが大事だから、私のことをツイートしてくれてる方には絶対に、絶対 100% ではないけど、自分のことをこう好意的に書いてくれてることには絶対に返信はできないけど、一番ちゃんと見てるよって、既読だよって。 LINE はできないけど、 Twitter みたいな、 Twitter は LINE みたいだと思って、ちゃんと既読つけて、いいねつけて、ちゃんと見てるよっていうのをやってるので、あとはどうしたらファンの人が増えるかは分かんないけど、なんかそういう、なんかツイートするのって別にそんな時間もかかんないし、お金もかかんないし、でも気持ち、思いがないとできないことじゃないですか。時間もお金もかかんないけど、その応援したいっていう気持ちがないとできないことだと思うから、そう思うと本当にありがたいから全部見てます。なんか別に何番目でもいいし、そりゃ一番好きな、好きって言ってくれたら嬉しいですけど、別に一番目じゃなくてもそんなね、なんかちょっとでもなんか人柄とか性格が好きとか、人柄が好きとか、顔が好きとか、踊り方が、あ、ちょ、45分押しますね、ちゃんと好きとか、どっか一個でも私に対する好きっていうポイントを見つけて見ててくれたらすごい嬉しいなって思うし、今はその下の方でなんか公演とかもなんだろう、思うようにこうなんだろう、初日に選ばれなかったりとか、なんかいろいろとね、なんか全部がうまくいってるわけじゃないけど、なんかちゃんとこのもっと状況が良くなるようにしたいなっていうふうに思ってるから、そのためには皆さんが頑張れって応援してくれることがすごい力になるので、なんかこんなにファンの人のこと思ってるのに伝わってないのかなって思うから、ちょっと今伝えました。ファンの人のことを思ってるからイさんは本当にファンの人がいないとこういうことはできないので、こうやって今できてる、活動できてるのはファンの人のおかげなので、そうだから、そうですね、まあ分かってもらえたらいいなって思います。Yes, yes, yes. タンバリンのギフト、ありがとうございます。こんばんは、初見さん来てくれてありがとう。ぜひルームフォローと SNS のフォローお願いします。
性格とか内面の部分ってなんかわからないし、だいたいやっぱアイドルだから外見から外見が好きってになってもらえないと好きになってもらえないのかなって思うから、それはもっと可愛くなれるように頑張りますけどまあ内面は多分ずっと変わらないと思うし、自分はこういう自分の性格は好きじゃないけど、でもファンの人のことを思ってるっていうところは自分の好きなポイントなので、知ってくれたら嬉しいです。結婚してのギフト10個ありがとうございます。じゃあ指輪は誕生石を入れてください。ありがとうのギフト10個ありがとうございます。こちらこそありがとう、サンキュー。だからイサンのファンの人はマジで性格がえぐい、優しい世界だなって思う。えぐいぐらいみんないい人だよ、大好きな人です。なってなかったら出会えなかったし、多分いつか卒業する日が来たとしても絶対にファンの人のことって忘れないし、一生覚えてると思うし、うん、そういう存在ですね。皆さんは自分が思ってるよりも私にとって大きい存在だし大切な存在なんだよって一人一人がっていうことがね伝わったらいいなって思います。 Yes、 重い女ですけど本当にそういうふうに思います。革命できるみたいだよ、革命したい。革命しちゃうぜ。まあでも現状ファンの人の数が少ないのはやっぱりいろいろと、なんだろう、わかる部分もあるので、一人でも増えるように頑張りたいなって思いますちょっと待って、いい話してたら革命返しされて負けそう負けちゃう。
だやだやだ、勝ちたい、頼む、勝ちたいんだ私は、お願いお願いお願い、忖度してくれ誰か、革命、あーちょっともう無理もう無理、もう勝ち目なし、シングトゥーマッチ、勝ち目なし、シングトゥーマッチ、あー悲しい、都落ちしちゃった、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます、髪が、髪の毛がさ、すごい髪の毛がもうポサポサしてる、55分に大貧民で押します、大貧民で押します、ラストなのでちょっとね、どんでん返しを起こしてあれをできるように、あれあれをあれをあのあれを、下克上、下克上できるように、尊いのギフトありがとう、かわいいのギフトありがとう、革命起こしたいね、3をくれ、3をくれ、そしたら革命できる、3は来なかった。3は来なかった。3が来たらね、3がね、4枚でね、いける、いい線いってたんですけど。階段も残ってるし、うん、けどさすがに大富豪にはなれなそうだな、バスが本を見ない、好きですって言いたかったの、あなたの目を繋いでみせる、は富豪の方が上がりましたよ、革命が起きた、うん、難しい展開となってきました、
貧民で終わりです。今日は今日の収穫は貧民でした。すごい隣の人の音がでかくてすごい音漏れがすごい。アイコンガチャ引きます今から。アイコンガチャ引いちゃいたいと思います。よし、やばい隣の人めっちゃ歌ってる。隣の人が歌ってる声が聞こえるってことはやっぱさ、自分もさショールームしてたらさ歌ってる声さ聞こえるってことだよね。絶対さダメだよねそれって。え、歌っちゃダメだよ。私物件的にカラオケ配信できないのかな。カラオケしたいんだけど。どうなんだろうね。したいんだけどね、聞こえてるんだろうなって今初めて気づいて。しない方がいいのかなって。やっぱ実家じゃないからしない方がいいのかなって今初めて思いました。聞こえるってことは聞こえるってことだもんね。でも私からカラオケ配信音を取ってしまったらちょっと寂しいですね。私的にはカラオケ配信はすごい好きだし、ミラーボールとかで皆さん盛り上げてくださっていつもね楽しくやってたんですけど、聞こえてるのか。何も言われてない、何も言われてないっていうか、でもなんだろう、私も向こうが聞こえてても何も言わないし、ってことは向こうに聞こえてても何も言わないってことじゃないですか。だから今度からカラオケは昼間とかにします。夜は声小さめの配信にしようと思います。やっぱ夜遅くに歌ったりするのは多分聞こえるってことは聞こえてるってことだから、やっぱりちょっと防犯的にも良くないかなってちょっと今思いましたね。びっくりびっくり。じゃあまあ気を取り直してアイコンガチャをね引いていきたいと思います。お願いします。あ、見てください、虹が2つもある。頼む出てくれ。私はマキコさんだ。お、チーム E、 チーム E お願い。あー出なかった、出ませんでした。イさんは出ませんでした、残念。なかなか自引きできません
なかなか値引きできませんね、残念ながら値引きできませんでした。アイドルらしいアイドルになりたいなって最近思ってます。なんかね、なんでこんな髪の毛がパサパサしてるんだろう。髪の毛がパサパサしてるのが本当に嫌なんです。なんでアイドルの写真は髪の毛がパサパサしてないんですかね。どういうアプリ？髪がねパサパサしてるのがね映っちゃうんですよ。うん、すごい傷んでる。今日は珍しくツイッターにね、ツイッターかインスタに自撮りでもあげようかなって思っているんですよ。ちゃんとメイクしたから。ちゃんとメイクした日ぐらいはね、ちゃんとちょっと自撮りしようかなって。待って待って、フィノっていうトリートメントサラサラになるようになって、ツヤツヤになる？いの。ツヤツヤになる？使ってみたい。あ、買えない値段ではなかった。遺産的にも。買ってみたい。女の子の言うことは絶対だから。使ってみたいな、使ってみよう。ね、推しグッズとアイスを何個我慢して買いましょう。そうだね、ちょっとね、サンリオを我慢して、行きつけの欲しいなって。私行きつけの美容室ないんですよ。 SK 入ってから美容室1回しか行ったことなくて、だから行きつけとかはまだないです。いつか行きつけができたらいいですね。
女子、え、女子だったの？なんて、みんなの性別わかんなくなってきちゃった。薬局にもあるし、メンバーとかも使ってた気がする。おお、それはちょっと有力情報、使ってみたいな、使ってみます。だって女子ですって言ったことないじゃん。あ、イさんのファンの人、女子が増えたよ、嬉しいな。最低ですね、ごめんなさい、ずっと違う性別だと思って接してました。使ってるけどめっちゃうるうるになるよ。本当？めっちゃ有力情報教えてくれてありがとう。いやマジでごめんなさい。ずっと男の子だと思う。いや、ちょ、これはちょっと失礼しました。ごめん、ごめん、ごめん太鼓。めっちゃドンキ押してくるね。分かった、ドンキで買うわ。本物？本物ですか、それ売ってあるの。本物ですか。え、他にもいるんじゃない？え、ちょっと待ってよ。隠れ女子いるの？ちょっと女子の人、ちょっとちゃんと言ってくださいよ。基本さ、ほら、固定概念でさ、みんなイさんのこと好きな人は男の方だと思って。じゃあ今さ、見てる中に3人もいるってことですよ。アンケート取る、分かった、アンケート取るね、今から。じゃあ男の方は1で、女の方は2でお願いします。あ、でもやだ、ちょっと待って、それ以外もあった方がいいね。ちょっと待って、それ以外、それ以外の方もいると思うので、もうイさんは別にそれが悪いことだと思うなんて全く思わないし、むしろそういうのはすごい素敵なことだなって思う。じゃあ何分、まあ何分間かぐらい、何分間かぐらいちょっとアンケートしますね。絶対嘘で3人入れてる人もいるやろ。あ、ダメよ。じゃあ13分ぐらいまでね。よし、1男子、2女子、3位、違う、3それ以外の方、イさんのショールームに来てくれてる人はどういう性別の方が多いのかっていう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1終了。え？
ちょっと本当に本当ですか。1の男子が 73.2%、 3のそれ以外の方が 15.8%、 2の女子の方が 10.9% ということで、結局今来てる総数もわからないし、結局誰が女子なのかっていうのがはっきりわからないですけど、まあ1割が女の子っていうことで、1割が女の子の方なのかなっていうことになりました。投票にご参加いただきまして誠にありがとうございます。そうですね、それ以外の方がね結構多かったですね。そうですね、女性ファンをちょっと増やしていきたいと思います。まんじ、やっぱ女子はまんじって言ってたら好きになってくれるのかな。汚さしますね。マジで女子なんだ。あはは、いやまあこれをきっかけにね仲良くなれたということで、仲良くなれたということで、ちょっとこれからもよろしくお願いします。そう、同性からも異性からも動物からも好かれたいです。ワンワンからも、ニャンニャンからも、ウサウサからも、動物からも好きになられたいなっていう感じですね。お腹空いたな。でも夜だから食べちゃダメだよな。お菓子、そうなんだよ。じゃあめっちゃ変な顔しちゃった。泣いた。飼い主が乗った救急車を犬が追いかける動画あるけど、あれぐらい犬から好きね。そのワンちゃんかわいすぎやろ。そのワンちゃんかわいすぎ。今日もこの前の女性公園で友達、またカイニャンに会いたい、連れてってって言ってきた。嬉しい。なんでイサンなんかに会いたいと思ってくれるの。こんなにおデブだし可愛くないのに、今可愛くなれるようにちょっと努力してるです。イサンは歯磨くと紛れるよ。だってじゃあ今から歯磨きしよっかな。配信中に歯磨きしたらバンされるかな。じゃあ歯磨きしてない人は今から一緒に歯磨きするっていうのはどう？じゃあ
ゃあみんなで歯磨きしない？今から。じゃあみんなで今から歯磨きしよう、ね、歯磨きしよっか。じゃあ歯磨きしよう。歯磨き持ってくるね。じゃあみんな歯磨き持ってきて、みんな歯磨き持ってきて。の歯ブラシ3点セットになります。歯ブラシ3点セットはこちらになります。今日の歯ブラシ3点セットです。こちらはキティちゃんのコップです。そしてこちらが小さめの歯磨き歯ブラシです。そしてこちらが歯磨き粉クリニカです。じゃあ歯を磨きましょう。皆さんしっかり歯磨き粉をつけて。いただきます。笑わないで。
スマホ見ながらやってます。アホな顔してやってます。アホ面でやってます。もういいかな。もういい？おけまる水産よいちょまる。そう、何か落としたのよね、私はね。これです。これを落としました。やっぱり歯磨きするとリップが落ちちゃうね。
リップが。はい、終わりました歯磨き。いやー、いつもよりちょっと長くしました。正直いつもより長くしました。歯磨きしたかも。これはちょっと組み立てます。これは地引きしたガチャガチャなんですけど、どうやって組み立てるかというと、壊れたわけではないはず。これがお花になってて、で、ああ。でここに刺してキティちゃんを、あれ、なんか黒ひげ危機一髪みたいに飛んじゃった。キティさんがこれは乗せるだけ。これです。完成形はこんな感じ。これが完成形。見えない。これが完成形です。かわいいね、あなたは。本当にキティちゃん大好き。キティちゃんがいっぱいいる。家には。まあぜひ遺産のことでいっぱいツイートしてください。じゃあそろそろ今日はね、配信を終わりにしたいと思うのですが、スクショタイム。これイエーイ。ちょっと腕がちょっとだけちょっと腕が痩せました。最近1ミリ。ありがとうございます。ギフトもありがとうございました。あ、読んでなかった。フラワーシャワーのギフトありがとうございます。かわいいのギフトありがとうございます。じゃあ明日もみんな頑張ろう。突然始めて突然終わっちゃってごめんなさい。ありがとうございました。バイバイ。